背景です。今回はまさかの若月健也男気折り残留へということで、今回はですね、若月健也選手なんですけれども、まあ、FA 権をね取得しておりまして、まあ、オフにね、移籍するのか残留するのかっていうところが注目をされていたんですが、まあ、シーズン中にもかかわらず残留を決断したということで、そのことについて話していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは FA 権取得の若月がまさかの残留ということで、まずは記事の方から読んでいこうと思います。オリックス若月健也捕手が来季残留を正式表明した8月22日に国内フリーエージェント権を取得し、2週間での超速決断。来年もこのチームでプレーさせていただくことを決めました。球団の方にも僕の思いを伝えさせていただいていますと心境を明かした。長崎徳原から13年のドラフト3位で入団し、15年に一軍デビューした。同年途中に監督代行、16年から監督に就任した福良純一 GM、 中島聡監督らと共に感謝し、大きな決め手となった一人だった。同じ95年生まれの森友保守と共に2枚看板として期待される。チームとして優勝することだけを考えてプレーに集中していきたいと思いますと、今後はリーグ3連覇に全力を尽くすつもりだということでですね、若月健也選手 FA 権を取得しておりまして、まあ、オフね、どうするのかところがね、注目をされていたんですが、異例のシーズン中での残留決断ということになりました。それではですね、若月選手がね、まさかの残留ということで話していくんですけれども、まあ、まずはね、今シーズンの若月選手の成績から見ていきます。81試合に出場して打率2割6分7厘、65安打4本13打点、三振57個、フォアボール11個、長打率3割7分9厘、出塁率3割2厘の OPS 0.681 という成績でした。今シーズン FA 権を取得して、まあ、オフのね、FA の目玉選手になるんじゃないかというふうに言われていた若月選手、まあ、元々ね肩も強くて、まあ、非常に壁性能も高くて、高い守備力というふうにねキャッチャーとして評価をされていた中で、昨シーズンからバッティングも非常にね良くなって、まあ、今シーズンも打率2割6分の、まあ、OPS もね7割近くを打っているということになっていてですね、まあ、ここに来てね本当に打撃の方も急成長してきた選手になっております。で、年俸のところも C ランクということでね、まあ、年俸も確かね、5000万ぐらいですかね、それぐらいで、まあ、非常にね、こう、能力の割には、ま、年俸がね、安い選手だったというところもあり、まあ、やはりね、打てて守れる捕手というところだったので、まあ、FA での争奪戦っていうところが、このオフ予想されていました。まあ、宣言するかどうかっていうところがまずは注目をされていた中で、まあ、ただね、やはり宣言した方がね、こう、年俸もね、非常にこう、上がっていくし、まあ、残留するにしないにしろ、まあ、宣言するのではないかというふうに思われていた中ですね。まあ、あとはやはりこう、出場機会っていうところも、森友選手が加入したことによって、まあ、正捕手っていうところがね、なかなかまあ難しい状況になっているというところもあり、まあ、もしかしたらね、1年間フルでキャッチャーとしてマスクをかぶれるチームに移籍をするのではないかという見方もされていた中での、まあ、シーズン中でのね、決断ということでしたね。まあ、やはり決め手となったところはね、まあ、GM だったり監督に非常に恩義を感じているというところですね、お金以外の部分なのかなというふうには思います。まあ、やはりですね、まあ、若月選手 FA を取得した時に、まあ、GM に対して非常に感謝しているという言葉を言っていました。まあ、僕もなんとなくね、この GM に感謝を述べているところから、まあ、残留する可能性高いだろうなっていうふうに思っていたんですけれども、まあ、まさかシーズン中にするとは思っていませんでしたが、やはりね、まあ、球団に対しての、まあ、気持ちが強いというところでですね、まあ、シーズン中にもうすぐ決断というふうになりましたね。で、やはりね、まあ、若月選手、埼玉県出身というところと、まあ、あとはライオンズの方もね、キャッチャーがちょっと補強ポイントだったというところもあり、まあ、ライオンズももし若月選手が FA をした時には、まあ、獲得に動くのではないかというふうに言われていたんですけれども、まあね、まあ、そもそもライオンズは獲得に動くとか動かないとかの前にもうね、残留を決断してしまったというところで、まあ、そもそもね、もう争奪戦になることが、まあ、早期にもなくなったということになります。まあ、来シーズンもオリックスでもプレーをしていくことが、決まりましたので、まあ、非常にね、やっぱり若月選手守備力も高いですし、まあ、バッティングも非常にいい選手ですので、まあ、来シーズン以降もね、強敵になりそうだなというところもありますし、まあ、若月選手が残ったっていうことは、オリックスの戦力も、まあ、来シーズンはね、そんなに大きく変わることがないということですので、まあ、また来シーズンのオリックスもね、手強い相手になってくるんじゃないかなというところですね。まあ、若月選手のね、獲得が叶わなくなってしまったライオンズなんですけれども、まあ、キャッチャーっていうところはね、もちろんライオンズの補強ポイントではありですね、まあ、特にやっぱキャッチャーのバッティングっていうところ、あの12球団でもやっぱり最低レベルなんですね。はい。まあ12球団の中で、まあキャッチャーのバッティングところが、まあ11位とか、まあ10位とか12位とか、まあそこら辺を、まあ他のチーム、何チームかと争っているという形、ロッテとかとね、争っているという感じになっていて、まあ非常にやっぱりそういった意味でも、まあ打てて守れる若月選手っていうところは、
まあ、ライオンズからしたら非常に魅力的な選手だったのかなというふうに思います。まあ、それで言ってしかも埼玉県出身というところもありました。ただですね、まあ、もちろんキャッチャーの、ね、バッティングっていうところ非常にライオンズの課題にはなってくるんですけれども、まあ、古賀選手がね、この8月から非常にねバッティングっていうところで急成長を見せてくれています。まあ、守りの部分でまだブロッキングだったりそういったところに課題はあるんですけれども、まあ、盗塁阻止率もリーグトップクラスの数字残していますし、まあ、非常にねやはりピッチャーとの信頼関係というところもね、今シーズンで築けているんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、西武としてはね、もともと若月選手がおそらく来たとしても、まあ、古賀選手をね将来的な正捕手に育成するっていう方針は多分変わらなかったと思うんですよね。ただ古賀選手ずっと1年間使い続けるわけにはいかないし、経験豊富な若月選手がいてくれた方がいいというところでね、若月選手をね、まあ、狙っていたんじゃないかっていうところでしたので、まあ、そういったところを考えるとね、まあ、どっちにしろやっぱりライオンズとしては古賀選手を将来的な正捕手にしていくって欲しいなと思うので、まあ、来シーズンもね、まあ、古賀選手にやっぱり期待をねしていきたいかなと思いますし、まあ、今シーズンも非常に成長を見せてくれてますが、まあ、来シーズン以降さらに成長してくれたら嬉しいなというところですね。ただですね、やはり懸念点としては古賀選手一人で1年間っていうところはやっぱり厳しいですし、まあ、そうなってしまうと逆にやっぱり古賀選手ね潰れてしまうというところがあると思います。まあ、若月選手も非常にいいキャッチャーではあるんですけど、まあ、昨シーズンとかも伏見選手がいたりだとか、まあ、今シーズンも森友選手がいたりだとかしていて、まあ、1年間ずっと試合に出てるってわけではないんですね。やはりね、他の選手と併用していくことによって、まあ、いいパフォーマンスっていうところがキープできているところがあると思います。なのでやっぱりキャッチャーって本当にねこう熱いですし、まあ、考えることも多いですし、過酷なポジションになってきますので、やっぱそれはね一人で1年間マスクをかぶり続けるというところは厳しくなってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、いくら古賀選手を育成するとなってもやはりそういったやり方はねやめてほしいなっていうふうに僕も思っております。ただ今のライオンズのキャッチャー事情、2番手以降がねちょっといないというところで、まあ、柘植選手はね思ったより伸び悩んでいるし、まあ、岡田選手は故障してしまっているし、まあ、古市選手期待はできるんですけれども、まあ、まだね果たしというところで、年齢も若いというところなんで、やはりねこう2番手以降のキャッチャーっていうところが出てくる必要があるかなというふうに思います。まあ、2番手以降どころか何なら古賀選手と背押し争うぐらいの、まあ、選手がやっぱりもう一人出てこないとね、なかなかライオンズ来シーズンのキャッチャーってところも難しくなってくるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、理想はやっぱり、まあ、2人ぐらいでね回していくっていうところが、キャッチャーはね今の時代は理想なのかなというふうに思いますので、ただ今はねちょっとその回していけるような選手っていうところがそんなにいないというところですので、まあ、なんとかもう一人いいキャッチャーが出てきてほしいなというふうに思います。まあ、あとはですね、もちろん今いる選手に期待するのもそうなんですが、まあ、若月選手をね、もしこれでも取れないというふうになってしまったら、まあ、キャッチャーをトレードだったりとか、まあ、現役ドラフト、まあ、あるいはね、どっか他球団をリリースされたキャッチャーを獲得するっていうのも、まあ、ありっちゃありなのかなというふうには思います。まあ、古賀選手にね、期待していく、まあ、古賀選手を育成していくっていう方針は全然いいとは思うんですけれども、やはり2番手以降のね、存在っていうところが必要になってきますので、まあ、ここをどういうふうにカバーしていくのか、ここは一個ね、注目をしていこうかなというふうに思います。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。